はい、どうも、リトです。さあ、本日は岐阜県各務原市に来ております。今日はですね、めぐみの湯というね、温泉にやってきました。はい。結構前に視聴者さんからおすすめされた温泉施設なんですけども、今日やっと来ました。なんかサウナもすごくいいらしくて、この辺ね、ハーブがね、取れる地方ということで、そのハーブを使った温泉とか、ロウリュとかも楽しめるってね、ホームページに書いてあったので楽しみです。それでは行きましょう。レッツゴー。さあ、着きました。このね、入り口の雰囲気がなんかおしゃれですよね。ここ一本オンリーって書くのかな。なんかおしゃれな看板がございます。あ、そうそう、めぐみの湯ということで風が今日強い。結構風で音声が途切れていたらすいません。あの、ここに外にハーブがね、祀られております。では行きましょうか。はい、中に入りました。いろいろ販売しておりますね。すごい。こういった生薬のお風呂の素とか、そういったものも入っております。自分の体に合ったものを買えそうですね。心も体も温まる、美しさを引き出す、明日を幸せにすると。あ、いい、いろんなハーブもあります。あ、いいっすね。入り口のスペースにこうお土産とかあるんですけど、こうやってゆっくりできるねスペースもあります。いいですね。でね、これ前に暖炉があるんですよ。すごいね。多分寒い日とかここに火をつけてね、ここで温まることができるんでしょう。わあ、おしゃれ。はい、ここがね温泉なんですけども、その前のスペースに本日のサウナ料理の使うハーブですかねがあったり、ここで今日は何のお風呂に入れるか分かります。いいですね。はい、めちゃくちゃいい湯でした。はい、おそらくここの施設はね、リブランディングしてるのかなと思います。もともとあったこのお風呂施設にハーブの要素とか、あとサウナーがね喜ぶ要素をね、入れてね、なんか僕4時台に来たんですけども、結構多くの方がねいました。だいたいこうお風呂施設って夜に混むので、この夕方の時間帯にもこう結構混んでるってことは、おそらく人気のねお風呂施設なのかなと思います。なんかね、サウナーの方がね喜びそうな要素もたくさんあって、自動ロウリュ機能がね1時間ごとにあったりとか、そのロウリュもねハーブロウリュだったりとか、あと水風呂がね天然水を使ってましたね。この辺の水が綺麗なので、その水を使ってたりとか、あとあの整い場のね座る椅子、お風呂施設によっては結構整う用のね椅子がね、硬いプラスチックの椅子だったり、なんかゆっくり整うことができない椅子の時もあるんですけども、ここのね整い椅子はねめちゃくちゃ良かった。柔らかい素材でねゆったりできます。あと眠り湯っていうのがあって、そこ寝転びながらねお風呂に浸かることができるんですけど、その湯がねハーブを使ったお湯になってるので、なんかねすっごい体がねポカポカしてます。冷え性とか肌荒れとかいろんな症状が良くなるハーブをね今日は使っていたので、なんかこう毎日通うとね健康になる、そんなねお風呂屋さんだなと思いました。はい、せっかくなのでここね、あのご飯食べるとこもありますので、今からご飯を食べます。先ほどの暖炉がね火ついたので今からお見せします。すごい、いいですね。はい、ここがねご飯ところです。食券でね、券を買ってねここで食べることができます。さあ、来ました。僕はね季節のね野菜カレーを頼みました。いいね、うまそう。ここにスパイスもあります。
あ、違うな、これスパイスのデザートかな。そして野菜と鉄板たこ焼きも頼みました。うまそう。まずこのスパイスかデザートかちょっとわからないものから少しね舐めてみますね。わかった、ドレッシングだサラダにかけるドレッシングですこれ。はい、じゃあこのたこ焼きをいただきます。よいしょ、レモンたこ焼きにしました。いただきます。あ、こっうん、鉄板なので外カリッカリで中がねトロットロですね。もう出汁の味が美味しいわ、うん、お次はこのスパイスカレーをいただきます。いいね、このルーを見た感じね、結構いろんなスパイスがかかっていてしっかり具材がね煮込まれた感じがします。うまそう。ではいただきます。あ、うまっ、しっかりスパイスがかかっててうまいっすね、うん、この季節のお野菜もいただきます。うん、いいね、素材の味がガツンときます、うん、おいしい。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかったです。いやいいね、お風呂スポットを見つけちゃいましたね。はい、ここはね平成8年に開業されたんですけども、その開業した理由がこの辺のね、天然水がものすごくねいいということで、惚れ込んでね開業したところらしいです。はい、なんで水風呂もねこの辺の天然水を使用してたりとか、はい、この地方でね作られているハーブをね使用したりと、もうなんかいい要素がねたくさん詰め込んでいるお風呂施設なので、ぜひね皆さんも来てみてください。いやーハマりそうです。またね来ると思いますが、僕と会った時はよろしくお願いいたします。はい、ということで僕のチャンネルはこのように岐阜のスポット、岐阜のグルメを紹介しております。不定期更新なのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では皆様また次の動画でお会いしましょう。またねー。